本動画は10月25日先行公開されたベノム最新作、ベノムザ・ラストダンスの結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。いろいろと消化不足だった。泣いてた女性もいた。マジで予告から逸脱した筋が一本もない。サプライズはあるけど本筋に何の役割も果たさない。エディとベノムに関係ない研究所のシーンが長すぎだろ。あの辺すごいクソ映画シュータだよってた。なんというか、エディとベノムだけじゃ勘が足りないから研究所と軍隊や車の家族のシーンに長めに尺取って時間稼ぎしただけじゃ。見せ場が終盤に集中しすぎてて、中盤までは見てて退屈なシーンが多かったな。特にエリア51パート。傑作という噂は何だったんだ。見た年に聞きたいがカーネージのよりは面白かった。ベノムとのシーンとか終盤の戦闘とかはかなり良かったけど初登場の研究者、宇宙人のマニアのシーンが多くて中盤はグダってた。毎回個人的には好きなシーンもあるけど誰かにおすすめするかと言われるとという感じの映画。ベノムとエディの絡みが好きだからまあいいかな。ストーリー自体がシンプルすぎてエディとベノム以外のキャラクターたちに出番やりすぎてるタイプのダメ映画かな。インフィニティ王的なヌルの顔見せ映画かと思ったらラスダンの通常敵みたいなのと戦ってるだけだった。2と同じようなことになってんのか。わざわざ先行上映見に行くくらい熱量高いやつが集まるスレでこのムードなあたりを察しか。別に期待値を超えることなく想定してたレベルの出来だった。こりゃまあ評価票は低いだろうな。俺も甘めにつけて65、70点くらい。まあベノムは毎回こんなもん。毎回、もっと面白くなりそうなのにな。って感覚になるシリーズ。人懐っこいベノムとか配役のバランスとかすごくちょうどいいのにいまいち跳ねないというかしっくりこないというか。1は新鮮だったから面白かったけどそれ以降はエディとベノムが仲良くなっただけで様変わりしないからな。編集というかシーンの取捨選択が下手というか、同じ内容でも編集次第でもう少しいい感じにできただろ。よかった。陽キャ丸出しのベノムのダンス笑っちゃったし、シンビオート大集合バトルめちゃくちゃかっこよかったよ。エディとベノムの異種間友情譚がこれでおしまいなのは結構寂しい。ダンスで特定されてあっさり捕まった先で最終決戦は雑展開すぎてな。ニューヨークで暴れるベノム見たかったわ。ニューヨークで終わるなら、クモ男の噂を聞くとか目撃するとか。あの回想シーンの尺で当初はそういう結末にするつもりだったのではと思ってしまう。見に行って久々に、お金返してほしい、と思えた。途中まではマジ退屈すぎた。エディとベノムのお別れ前の旅を描くロードムービーにしたいんだけど、それだけじゃ尺が足りないからエリア51と車旅行家族で水増ししただけだよな。途中あたりまでは退屈だったけど、最後のバトルで割と取り戻せたかなとは思う。車旅行パートは好き。エリア51パートは退屈。ヘリの会話からの流れは割と好きだった。馬のシーンはドントストップミーの笑とマッチしてて笑えてよかったよ。ホテル入ろうとしたら秒で追い返される下り好き。ラストダンス成分って途中の、我慢できねえ踊ろうぜ。部分ってことでええんか。中盤のダンスしてたら見つかるシーンバカすぎるだろ。全員自らからピンチになる状況作りに行ってる。完全体じゃなきゃ探知されないというご都合設定。追いかけてくるハンター目が見えなすぎだろ。しかも敵対行動しなきゃ割と無害っぽい。敵じゃないワンちゃんには手を出さないよ、と丁寧に描写される怪物。敵の化け物、あんだけ数いるなら再生能力はいらなかった気もする。あいつら爆弾とかで粉みじんにしたら再生しないのか？そこら辺の分かりづらさも残念だった。脚本が微妙すぎるのとシーン展開が雑すぎる。とはいえ盛り上がりはあるからそこまで酷評はしないけど、最後は鍵の力使いこなしてスーパーベノムパンチでハンター倒すのかと思ってた。物理攻撃一切効かない感じだったのに変な霧をかけられたらみんな死んだ。あれさんでしょ。軍人さん爆散して溶けちゃった。今回アントアンの今彼も未登場なのがな。ショコタンの存在意義を改めて実感しました。マジでトムハーディの無駄遣いだと思う。俺はトムクルーズじゃねえぞ。トムならこれぐらいで泣かない。あの家族マジヤバいけどいい人たちだったな。死にそうな目にあったからオーガニック信仰とオカルトはやめそう。恋人を失って、逃避行になってるエディとの対比なんだろうけどちょくちょく研究所も挟まるしで見づらかったな。鉄塔で家族救うシーンは好き。ベノム軍団も研究所でいきなり生まれるのがちょっとね。トキシンはあっけなく退場したし。トキシンめっちゃ有効的じゃんと思ってたら速攻でシュレッダーされて悲しかった。
1ではシンビオートと人間の配合ってうまくいかないことが多かった気がするけど、なんで今作ではこんな全員うまくいくんだっけ？あそこの研究員が全員有能だったんだろ。そういうところいろいろと雑いよな。SS 流は将軍の上にいたのが誰でどういう計画だったのか、示唆すらなしで終わってない？確かにそこすら明かされなかったな。シンビオートたちが意外と真面目集団。1作目2作目のと違って、なんで今回のシンビオートは見ないやつだったんです？ライオットとカーネイジが嫌なやつだっただけかもしれん。ベノム守らんとどうせヌルに殺されるのもあるだろうが。雷に撃たれた姉ちゃん以外大体良い人すぎない？というかあの人だけクソコテすぎない？まあ最後はいいやつになったから。黒人の研究員一番可愛かったわ。ちゃっかりベノム寄生させてるし、張り付いてたボーイング結構ヤバそうに見えたけど、そのままフェードアウトしたからモヤモヤする。ベノム軍団とベノムがどんどんフォームチェンジするところだけ面白かった。シンビオート軍団大暴れ、アニマルベノム大集合、ホテルの最上階で始まる歌とダンス。先般、まあやるかやらないかだとやるが、スクリームとトキシンしかわからったなけど、シンビオート軍団も源ネタありなんだよね。この三部作結局は全部ヴィランが同種族だったじゃん。いくらベノムがかっこよくてもヴィランがね。キングインブラックやるならそれこそ MCU と合流したかった。いろいろと、ってなる点はあるけど俺は好き。ベノムの話は一旦終わるけど、続編やれるならやりたいみたいなオチ含めて。一応ノーウェイホームとは矛盾がない感じにはしてるから、次のスパイダーマンでベノムと絡んだりすんのかな？ SS 流の悪い癖であるかわからない続編などの新しい要素散りばめた。見てきたけど、まだ続編やりたいんだなというのを散りばめすぎてなんだかな。ベノムとの別れ自体は締めっぽくなりすぎずいい感じだったのに、ヌルはまだやる気満々でどうすんのさあれって、モヤモヤのまま劇場放り出された感じ。最後のあれヌルに滅ぼされたって解釈でいい？序盤に捕まったバーテンダーがエディたちの戦いが終わった後に脱出できたってオチ。最後のゴキブリはベノム復活フラグ？最後の G にくっついてたのは何？ベノム生きてたってこと？そう思いたい。ピーター経由してシークレットウォーズで合流かな。なんだ？切れたヌルガーのバースの地球制圧したのかと勘違いした。牢獄されながらブチギレてただけだよ。ヌル、この宇宙を滅ぼしてやる。誰が戦うの？あのレベルだと MCU で勝てるやついなさそう。ベノムいなくなった後でヌル復活されても割とどうでもいい。ベノムの活躍は科学者に継がれたのかもしれんけど、見たいかというと微妙。トムホとのコンビになるんじゃないか？世界中から忘れられてるトムホがマルチバースと関わり持つとしたら、ベノムが適任かもしれん。忘却の魔法ってピーターを忘れただけでスパイダーマンとの記憶はあるんだっけ？スパイディと絡めそう。やってやれないことなさそうなのに固くなにやらんよな。結局スパイディ出ないんかい。もうみんな期待してないだろ。スパイダーマンをそう簡単に出さない方針なのはわかるけど、存在ぐらいは匂わせろよ。サプライズだらけのデッドプール見た後だと物足りぬ。あれは多すぎやねん。匂わせしてから3年も出ずじまいで SS 流が終わるとは思わなかったよ。マルチバースとか今後のスパイダーマンの合流匂わせとかなかったん？マルチバースはもういいって序盤でぶっちゃけてたぞ。ベノム、マルチバースは飽きた。お前もかよ。マルチバース示唆がスタッフロール後の小話程度で流されたのがもう結構前の話だけど、ベノム映画としては前作最後だからまた触れられてたんだな。グレイブンで優秀の美飾ってくれ。これマジでやるんだな。いろんな意味で大丈夫か？正直アクション部分は割と楽しみ。多分期待外れだけど、アーロン・テイラーの肉体美とアクションを堪能するだけの映画になりそう。SS 流なんでこんなにつまらんというか静かになってしまったんだよ。仮にシリーズ一挙オールナイト上映したらみんな寝るぞ。スパイダーマンユニバース、なのに肝心のスパイダーマン全然出てこないんだもん。ベノムにラスト、ノーウェイホームでのオチは肩透かしもいいとこだったし。ソニーはソニーでスパイダーマン作ればいいのに作れない契約結んだとか？単純にスパイダーマン関係の映画で雑に稼ごうとあぐらかいてただけ。モービウスとか見る限り SS 流サイドは繋げる気だったんだろうな。繋げるにしてもせめてもう少しやり方考えろよとは思うが。DCU はヒーロー集結を急ぎすぎて失敗し、SS 流はスパイダーマン登場を出ししぶりすぎて微妙になったってイメージ。それで基盤となった MCU もピークに達してもう全部挽回は難しいだろうって感じ。ベノム3部作って10年前の俺が聞いたら興奮で寝れなかったろうな。1が6年前か。1は面白かったし、いつかスパイディと合流するかもというワクワク感もあった。2が恐ろしく普通でつまらんかった。
他はみんな低空飛行だわ、クレイブンとか誰が見るんだよ。20年近くスパイダーマン作ってきた会社とは思えないくらいシリーズ展開下手くそなんだよな。まあ20年の変遷見るにうまくはないだろ。ちょっと前作の成績を下回っただけで新シリーズ作るような会社だぞ。アメスパの頃から分かってたことでは。ライミ版だってたまたまキリいいとこで終わっただけで本来は続きやる気満々だったわけだしな。トムホピーターハムアベルスタジオが舵取りしてくれてるからうまくいってるだけだしな。監督毎回違うのに全員いまいちなのすごいな。そりゃソニーピクチャー上層部がボンクラだから仕方ないだろ。もう3作目なのに最後までその感じでやりきったのある意味すごいよな。スパイダーバースを生み出した会社とは思えんほどの手たらくっぷり。ぬるは格落とさずに終わったなぁとか思ったら続きやれるならやりたい感じだったな。ほんともったいないよなぁ。毎回、次もあったらまあ見るかぁ、ぐらいの出来。なんだかんだアクションシーンはパワフルで好きなとこ多い。もうちょっとちゃんとやれば盛り上がるのに、みたいなシーンが多かった。要はギリギリのラインで滑ってた。どの道エディとベノムのお話はこれ以上はもうないってことには変わりなさそうだな。まあ二人の物語としては綺麗に終わったんじゃないか。いくらベノムが友好的とはいえずっと二人一緒にいられんことは分かってたことだし。ベノムとエディが子供助けたり、ベノムが自己犠牲でエディ助けるところはすごい良かったよ。エディ一人で自由の女神見てるのが悲しいけど。自由の女神に会いたかった、本当にな。スパイダーマンたちと共演したかったよっていうトム派の本音かと思った。まあベノムは相変わらず可愛かったから許すが。これで終わりなのは寂しいよ。どうにかダブルトムで共演してくれ。